今回の主義は触れません。違和感があんな感じだな。これで大丈夫だと思います。今回の SH メソッドは、まあ、筋肉だとか関節だとか神経だとかこういった何かにとらわれて施術をしている先生にはおすすめだと僕は思います。はい、こんにちは、ゴッド&通信の関野です。今日は関野がやってみた動画です。今回僕がやってみる主義は現在無料映像公開中の橋本先生の SH メソッドです。今回の SH メソッドは、まあ、筋肉だとか関節だとか神経だとかこういった何かにとらわれて施術をしている先生にはおすすめだと僕は思います。新しい視点から人の体を捉えることができるので今までにない結果が出ると思います。患者さんが気づいていない体の不調に先生が気づいて指摘し調整することができたり、あとね、安全に施術ができるので患者さんが壊れません。これめっちゃ大事だと思いますよ。あとはね、内分泌系や自律神経系などの物理的にアプローチすることができない箇所の調整も可能なんです。つまりは患者さんごとに違う痛みや不調の原因に気づいて安全に患者さんの悩みを解消することができるようになります。じゃあどんな主義なのかというと、今回の主義は触れません。来ましたね、触れない主義。僕苦手なんですよ。というのも僕ね、18年ぐらい整体してますが、ずっとね触る主義をしていたので、正直触れないとなるとよくわからんというのが本音です。まあ過去のやってみた動画でも触れない主義をやったことがありますけど、確かに結果は出ましたよ。でも自分の中に腑に落ちてないというか、納得できてないというか、理解できないというか、そんな感じだったんですよね。触れない主義はなんかそっち系のセンスや才能がないとできないって思っていて、だから苦手意識みたいなものがありましたけど、今回の橋本先生の SH メソッドの無料映像を見て自分の中で何か掴んだ気がします。なんだかできそうな気がします。というのも、触れない主義でわからないのってやっぱり感覚じゃありませんか。触れないから硬いのか柔らかいのか、動くのか動かないのかみたいに、どこが悪いのかわからないですよね。でも橋本先生はどこが悪いのか、どう見つけるのか、どう判断するのか、その感覚を測る指標やワークみたいなことを映像内で紹介していました。これを見て僕は分かったって気になったんです。本当見てもらいたいですよ。もう先生のね施術のヒントになると思うんだよな。まあね、そんな分かったって思っている僕ですが、本当にできるのか、実際に SH メソッドをやってみたいと思います。それでは主義編の映像をご覧ください。どうぞ。はい、それでは主義編の映像になります。今回は橋本先生の SH メソッドを僕がやっていきたいと思います。先ほども言いましたけども、今回は一切触れません。ドントタッチです。ドントタッチの主義が本当にできるかどうか実際にやっていきたいと思います。でですね、今回ですね、モデルさんちょっと立ってもらってるんですけれども、先に、体の状態を検査していきたいと思います。もうこれはですね、橋本先生が無料映像内でやっていた通りの検査になるんですけれども、前後屈の検査と、あとは寝た時のうつ伏せのね検査をさせていただきます。なので、ちょっともうモデルさん立っていただいておりますので、立った状態で体の前後屈、これをしてもらいたいと思います。ゆっくりと前に倒してみてください。ああ、そう、本当結構硬いよ。もっといくだろ。いや、無理です、無理です。僕の指で約 1.5 個分ぐらいかな、これだから30センチぐらいちょっと床から離れている状態になります。はい、体を後ろに倒してみて、本当ですか。これで本当に、でもこれ以上いったらもう本当に折れます。まあこんな感じです。もう絶不調の彼ですけれども、ちょっとこの可動域をまず一つの指標として見ていきます。今回のですね、橋本先生の無料映像内に収められている主義なんですけれども、骨盤の主義、 SH メソッドのねお試し版として骨盤の主義が収録されていましたので、骨盤周りの筋肉の柔軟性を見ていきます。ちょっと一回触りますね。検査で触っていって、こんな感じで揺れてます。まあちょっとね、揺れとしては少ないと思います。めっちゃガチガチで硬い状態なんで、こんな感じ、こんな感じでかなり硬いです。はい、まあ、これがどう変わるのかっていうことを指標として見ていきますね。じゃあ実際にこの SH メソッドの骨盤の主義どうやるのかちょっとお話ししていきます。詳しくは無料映像を見てくださいね。ちょっと僕の話じゃ伝わんねえよみたいなことがあるかもしれないんですけれども、ちょっと橋本先生の映像を見て確認してください。
まずステップ1としてはですね、まず自分をフラットな状態にしてください。まあ、ちょっと気持ちを落ち着かせるみたいな感じですね。雑念をなくすような状態で、自分の思考だとか意識、まあ、考えみたいなものですよね。それを自分の中の中心に持ってきてください。はい、自分の中の中心にこう持ってきます。で、気持ちを落ち着かせてる状態ですね。これがステップ1。はい、で、ここからステップ2になるんですけれども、今度骨盤をチェックしていきます。で、まあ、右と左で構いませんので、自分の手をかざしてください。はい、右の手をかざす、はい、で、左をかざすって形ですね。で、この右と左をかざした時に自分はどう感じるのか、違和感はあるのか、右と左で、これをですね、ちょっと感じ取ってほしいんですよね。まあ、ちょっと僕の解釈で言っていくと、僕がこう手をかざした時に、ちょっと後で言いますけれども、はい、違和感がある方はなんだか僕は手が熱くなるような気がします。でもそれは人それぞれ違うそうなので、僕の場合は違和感があるなと思うところはちょっと熱いなみたいな風に思います。無料映像ではね、体が揺れる人がいたりとか、ね、人それぞれあるそうなんですけれども、何か違和感があるところに手をかざしてどうなるのかっていう自分を感じてください。ね、自分がどうなるのか、自分はどう思うのか、自分はどう感じているのか、そこでジャッジしていただければ分かりやすいと思います。かざしました。で、僕がね、思ったのは右側です。右側のこの臀部から、骨盤にかけて、ここがちょっと熱い感じがありましたので、左に比べると熱い感じがありますので、右の方がちょっと問題があるなというふうに今見ました。じゃあここから何をするかと言いますと、ステップ3ですね。実際の手技に入っていきます。で、手技は何をするかといったら、指をパチンと鳴らすだけです。これだけです。はい、ちょっとやっていきますよ。違和感があんな感じだな、これで大丈夫だと思います。はい、と思ったでしょ。僕もこんなね、なんか偉そうに言ってますけど、大丈夫かなって思ってます。はい、これで実際どうなっているのかってことをちょっと見ていきたいと思います。右側のは絶対柔らかくなってる。揺れのところも大きくなってる。そう、あ、腰もね、最初よりかは柔らかいと思う。こんな感じで指がしっかりと、最初よりもこの突っ張り感っていうのは減っています。はい、こんな感じです。じゃあこれで今度前後屈がどうなのかっていうことを見ていきたいと思いますので、一回立ち上がってもらって、はい、これで体を前に倒してもらって前屈をチェックしていきましょう。おお、初めよりいってるでしょ。はい、初めは僕の指が 1.5 本分ぐらいあったものが、まあ 1.2 ぐらいまで来てます。お、はい、これ変わってます。無理ない範囲で後ろに倒してます。こっちの方がいいですね。こっちの方が分かるね。こっちの方が音として伝わるのかなと思うんですけども、初めよりもちゃんと反れている状態になっております。すごい感じたくなる。っていうのが今回のこの SH メソッドの無料映像で公開されたやり方なんですけれども、自分のこの意識や思考を中心に持ってくるっていうことがやっぱり一番大事なのかなと思いますので、やはり僕の言葉では伝えきれない部分があったりとかね、分かりにくいところがあると思いますので、ちょっと橋本先生の映像を見ていただいて詳しくチェックしていただきたいと思います。はい、それでは手技編の映像は以上になります。はい、手技編の映像はいかがでしたでしょうか。触れなくても変わったでしょ。ね、僕の中ではこの SH メソッドの触れない手技は手応えがありましたよ。まあ、詳しいやり方とか感覚を測る指標やワークはですね、橋本先生の映像を見て解説を詳しく聞いてください。きっと先生も納得できると思います。まあね、これもね、僕の考えですけど、今回の SH メソッドの視点や感覚を知ることでですね、これまで先生がやっている手技の効果がアップするんじゃないかなって僕は思うんですよ。まあ、というのも、どんな手技もそうですけれども、やり方とか型ってある程度決まってるじゃないですか。でもその型って微妙に患者さんごとに変えたりしてませんか。まあ、例えばね、力加減とかね、方向だとかね、その微妙な感覚を患者さんごとにベストなものを与えることができれば施術の効果って上がると思いませんか。その感覚が橋本先生の映像を見れば手に入ると思います。共感してくれた先生はね、絶対に無料映像を見た方がいいですよ。もうきっと施術の効果は爆上がりすると思います。まあ、他にもね、無料映像の見どころはたくさんあります。橋本先生の重症患者さん施術だとか、あとはね、触れずに指を鳴らすだけで体が変わる理由とか、あとね、骨盤以外の SH メソッドを披露している映像など、無料映像といえども超有料級の映像となっております。
そんな SH メソッドの映像を多くの先生方に見てもらいたいんですけれども、無料映像の見れる期間が決まっております。9月12日の火曜日までしか見ることができません。なのでまだ見ていない方は今すぐ説明欄の URL をクリックして橋本先生の SH メソッドの映像をゲットしちゃってください。はい、そんなわけで今回の関野がやってみた動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。